お待たせいたしました。お待たせいたしました。画角がね、なんかこのスタンドが定まらんくて、やっと定まった。端末を変えました。後ろに浴衣ガールがいます。浴衣ガール参戦。今日は写してる。今日作っていくのは、みんな材料で何かわかるかな。材料で何かわかるかな。テニスしそうな服だよね。なんかそう思った。私もこの服買った時、はまずこれで、これそして何でしょう。ちょっと待っててね。一番大事なものを持ってきた。みんな音でわかるじゃろ。肉じゃがこんな音する？クレームブリュレ。異世界飯って何？でもさ、これさ、どんぐらいの量でさ、どんぐらいのものが出来上がるのかな。なんかあんまりいまいち分かってない。これです。これです。シャーベット。今日はこの氷をこれに入れて砕きますはい、砕いたら何ができるでしょう。どうやって使うんやろ。砕けた氷ができます。やってみたいと思います。できる。こうやってやればいいか。
できるかな、できるかな。これに何個？どんぐらいの全部？分かっちゃおって。それ閉まらん方がいいわけないじゃん。かなちゃん、なんておもろ。あ、浴衣を、浴衣女子がみんなのところに歩いてきた。あれ？そこにおる。映っちゃう。結婚してギフトありがとうございます。そう、え、これさ面白いよね。電化会社タオル、月影さんココナッツありがとう。これでさ、かき氷作れるって画期的じゃない？ちょっとやってみよう。あ、危な。あれ、中蓋、あれはいらんってこと？いるよね。消えたかと思った。ちょっとイヤホンの人はちょっと音量注意で、音量注意でやらさせてください。いきます。あれ、あ、カチってはまってないですね。はやちゃん、絶対そこにいたらあなた大変なことになるでしょう。はまらん。あ、氷が多いってことか。なるほど、なるほど、なるほど。はっ、うわっ、やばいやばい、これめっちゃ音がうるさい気がする。ちょっと待って、これめっちゃ音がうるさい気がする。やばい、みんなの鼓膜破れちゃう。やばい、ちょっと待って、ミュートにするね。ミュートにみんな耳大丈夫？今大丈夫じゃなかったよね。かかってきなさい。いや待って、私が無理なんだけど。結構見て、みんなもう今のこの瞬間でかき氷になりました。ちょっと氷追加します。氷追加して、ちょっともうすごくない？何これ、画期的なんだけど。革命起きちゃってますけど、かき氷にちょっと待ってね。いくよ、みんな、鼓膜粉砕タイム、いきまーす。あ、すごい、みんな見て超美味しそう。え、でもこれでいいのかな、なんかもうちょい細かい、細かい氷を。え、すごい、じゃーん、これにさ、これいっぱいにさ氷詰めたらめっちゃ綺麗な山できそう。これこのまんまさ、このままこの形でさ裏返せるもんかね。かふわふわなかき氷の方が美味しい。このまま裏返せるもんかね。やってみますわ。あちょっと待って、これなんかだな。待って、えぐれた。
めっちゃ溶ける、めっちゃすぐ溶ける。あ、間違えた順番。バケツ感出たよね。ちょっとなんかバケツアイスみたいになっちゃった。みんなもう一回いきますよ。え、どうだい、みんな鼓膜が、鼓膜が鼓膜が、みんなの鼓膜は大丈夫かい。あ、待って、これ思ったより、あの今みたいにちょっと長時間目にやった方が美味しく出来上がるかも。ほら見てる、すごい粉雪って感じ。え、かき氷って難しいね。でっかいの作りたいけどさ、俺さ、かき氷ってどうやって山盛りにしてるんだ、めっちゃ難しいんだけど。かき氷見て、なんかうえふれ、あ、いい感じいい感じ。かき氷、ガチャピンカラー、え、めっちゃ綺麗にできたかもしれない。すごくない？ててててててて。なんかさ、ここにさ、なんか台があったら多分綺麗に映るな。ちょっと持ってこよう。かもしれないわ。じゃ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 、いや、いい。冷た。冷た。では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 、今回使っていくのはじゃじゃじゃー、いちごシロップ。うわ、ナイス、写真撮るの忘れないでねって。ナイスすぎるんやけど、ちょっと待って、携帯が今さ、写真さ、写真撮ってからさ、まあ、これで撮るしかないよね。借ります。お母さんの携帯を借りたいと思います。
それではそれではかき氷、ちょっと可愛く盛り付けたいと思います。あれこれフランテも全然いいやつか。すごい、まあ、お祭りの匂いがするお祭りの匂いがする。それじゃかけていくよ。夏だね。綺麗。わあ、素晴ら、素晴らスイート。見てるだけでね、涼しくなるよね。めっちゃ涼しい今。ちょっと今日はいつもと違う感じで、お盆なのでお盆スペシャル、フルーツソースもかけちゃうぞえ、絶対に美味しい、絶対に美味しいことが今絶対に美味しいということが今確定しました。忘れてはなりません皆さん、ハートありがとう。日本人でよかったと。いちご味です。練乳もありますよ皆さん、ここに練乳もございます。とりゃ、なんか練乳が冷やされすぎて、なんかべちょってついちゃった。ごちょって落ちた。私は練乳たっぷりが好きなのでたくさん準備しています。これほん、あのいちごにつけて食べるやつだから、ちょっと固めなのか。4つください。かき氷屋さんやな。ピヨピヨピヨ、練乳しか勝たん、イエーイ。てなわけでかき氷完成。かき氷の、かき氷の擬人化、こちら、こちら渡辺の月ランダムチェキ付きで2500円ですカウカウってウケるダメだよ、そんな、そんな、それダメだよ。安いって、安いって、3000円いける？じゃあ3500円でちょっと花ちゃんにもかき氷おすそ分けしようか。溶けるか、溶けますね、買いますって
これ持ったら崩れるかな。ウーバーで頼みますね。これ崩れるかな。ねえねえ写真撮ってほしい。崩れるかな。かき氷食べない。これね、これほぼ水なんでね。かき氷、はなちゃん、はち、かき氷食べない、食べない、はなちゃん寝てましたわ。食べないって。食べたけど。ちょっと待って、でも可愛いのよ、あなた。可愛いのよ。うん。あ、音が怖かった。ごめんね。かわいい、待って、見て、かわいい。浴衣仕事のハニャチです。あ、ダメよ。ハニャチ、ハニャチ、ハニャチ、ボーボーお花ちゃん。うん、かわいくない？ねえ、浴衣とさ、似合いすぎ。あ、浴衣がめっちゃ上がっちゃう。あら、めくれ上がっちゃった。え、ペロペロしてないよね、はなちゃん。びっくりした今。コメント欄でペロペロって書いてある。脱ぐ？脱ぎますか。可愛い写真みんな撮れましたか？みんな可愛い写真撮れた？花ちゃんの。解放してあげるよ花ちゃん。花ちゃんお洋服がねあんまりね好きじゃないのよね。しっかり今可愛いの撮れたから。はい。脱ぎましょう。脱ぎましょう。はなちゃんの浴衣着ちゃおう。あ、なんか浴衣着とるみたい、可愛いかも。ではでは食べていきたいと思いまーす。こんにちは。写真撮ったっけ？写真撮ったっけ？撮ったか。脱ぎたてほやほやかなちゃん。待って、かき氷が、かき氷が狙われてる。かき氷が狙われています。一匹の犬に。待って、ちょっともうかき氷が溶けてきた。あーん、食べる、いただきます。
美味しい。はい、ハチちゃん。ハチ来るな、ここで。ジャンプ。美味しいです。めちゃヤミー。むちゃやみる感覚は何なんやろ。やばい、めっちゃキーンときた。ほう、あ、こんにちは。キーン、アイスクリームずつっていう。こんばんは。でもやっぱりあれじゃな。これね。不純物が入ってるから気にしない。そうなん。でもなんか私あの袋の氷買ったけど、あ、全然違うじゃん。喉にある三半期なんて読むんこれ、三なんとか神経が、あ、三叉神経見て、狙われてる。かき氷ハチダメよ。三叉神経が刺激され、この時に発生する伝達信号が脳が冷たさを痛み、そういうことか、冷たさが痛みになって伝わってきてるってわけね。いいのに狙われてる。はなちゃんはこのかき氷じゃなくて、こっちの、あ、もう水になっちゃってるけど、水のかき氷を食べてください。冷たいくて美味しいやろ、水だけど。確かに、はい、じゃあ筋トレせんかった。待って、私がさずっと話しようけどさ、かき氷しか見てない、ずっとほら。ずっとかき氷しか見よらん。
私が話しかけてもハンターハナちゃん、かき氷はね、届かんよね、届かんよ、届かんって。花ちゃん用に氷作っちゃおうか、作っちゃおうか。これはな、かき氷と言ってな、シロップがな大量に入っとるんじゃ。これはな、お犬が食べたらな、甘すぎると思う。はなちゃん最近かわいいおやつさ、おやつさゲットしたじゃん。ちしゃって、はなちゃんチャンスってめっちゃコメント。はなちゃん、お利口さんやね。これめっちゃ可愛いんですよ。あっちお座りは。よし、お利口さん。可愛くない？かき氷盗まれたかと思った。餌やった、よかった。びっくりしたよ。見て、ペンライトから、切るとかやった。これさ絶対さこぼしたらさ、なんかもうあの血祭りみたいになると思うによ。血祭りみたいに、うしゃーってさ、このこれ絶対すごい色がついちゃうと。はいはい、お手はいお手はいお手はい、おかわり、はい、あげる。なんかね、でもね、すごい美味しそうなんですよ。なんか私も食べれそう。食べれそう。食べようかな。これって人間は食べちゃいけませんとか書いてあるのかな。ではないな。書いてはないな。美味しいよって食べたことある人いるんだけど。
私の氷をかき氷を食べてる音と花ちゃんのこのクッキーを食べる音どっちがいいかちょっと対決するね。じゃあ私から先に行かせてもらいます。聞こえましたか？花ちゃんのマジであのね食べてる音がすっごくいいんですよ。 ASMR 撮りたいぐらい。天才じゃない？一生聞けるこの美味しそうな音。はい、じゃあ3時のやつだもんね。はなちゃんの歌詞負けたでもね本当に音じゃわ。これさみんなもさみんなの携帯っていうかみんなの端末の方にもさいい感じに音乗ってる？ほんとだ、もう4時だ。あち4時のおやつになっちゃった。かわいい。これは花ちゃんは小型犬なので、1日に何個与えていいと思う？めっちゃびっくり。こんなんすぐなくなるやん。1日に15個から30個だって。こんなん一袋すぐなくなっちゃうね。50枚、50枚はね中型犬が30から50枚。そんなんさすぐなくなる。これ何個入りなんやろ。グラムだわ。あ、かわいい。今の見た？みんなには見えなかったけど手で催促された。はなちゃんにおいっておいって催促された。めっちゃ食べにゃいかんのよね。めっちゃ食べにゃいかんっていうか、これ多分ご飯と別のおやつとして。いい音、永遠に聞ける。でも小型犬が5から11キロって書いてあるから、はなちゃん11キロもないから一応小型犬。そう思ったらはなちゃんめっちゃ小型犬じゃん。はなちゃん小型犬なんだね。貫禄があるから中型犬かと思ってた。体重的には小型犬でいけるみたい。はなちゃん、あ、なんかさっきコメントで来とったな。はなちゃんはねひらがなで花です。ひらがなで花で花子なんですけど、本名っていうか花子の花ちゃんなんですけど、花がひらがなで子は子供の子です。これは私の歴代に飼ってきたきなこから来てる。きなこも子だけ子供の子なんですよ。漢字なの。花子って名前が一番似合っとるわ。こんにちは。
き氷がやばい。もう溶けてさ、溶けてさ、一旦冷蔵庫、冷蔵庫まあ食べる無理やろこれ。もうさ、箱麺ぐらい食べたく飲む。ストローがあればいいんや。え、そう、あのね、雪帽子にね、雪帽子にストローが置いてあるんよ。それで天才って思った。溶けたかき氷を飲めるんですよ。なんか蚊になった気分。なんか蚊になった気分。血をなんか吸うとるみたい。なんか蚊になった気分になるんじゃけど、これちょうどさ、ちょうどかき氷がさピンクじゃけん、だから蚊になった気分。ちょっと蚊の気持ち、蚊の気持ちね、蚊の気持ち。こんな感じで買って吸いようかな。もう今日1日分の取っていい糖分は全部取りました。ごちそうさまです。ウッドストック来た。ウッドストックあれじゃん、スヌーピーの黄色い鳥やん。あー、びっくり。ウッドストック、こんにちは。かき氷美味しかったです。もう15個は食べた気がするな。入れておこう。こんにちは。その音が気になるんじゃろう。ポリポリ花てん、花なななな、なな花てん。こんにちは。かわいい。じゃあ今日は30分までで配信を終了したいと思います。皆さん、今日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。いいかき氷ができました。できたと思います。そうですね、夜配信はなしですね。さっきね、インスタのストーリーで、あの
12日、恒例ではないけど12日の質問を募集しております。毎月12日はなっちゃんの日ということで質問を募集しております。よかったら質問お待ちしてます。よかったらというか質問などなど何でもお待ちしております。その中から厳選して答えていきますので、質問によかったら送ってみたら答えちゃうかもって感じなので、皆さんよろしくお願いします。こんにちは。8、こんにちは。ツイッターとインスタグラムやってるので、よかったらフォローよろしくお願いいたしますね。ますねますね。よろしくお願いしますね。ますねますね。こーちゃんもいます。後ろに、後ろにこーちゃんもいます。かわいい。ん？うわぁ。え、めっちゃかわいいの撮れた。ハムちゃん散髪はしてないです。今ね、どこのね、あ、体はしたらしい。顔はね、今ね伸ばし中。そちらも晴れてるのね。晴れてます。あそう、晴れてる。昨日そう、めっちゃ夜にねブワーって雨がね降ってね、びっくりした。はなちゃんって犬界で一番可愛い。そうだよね、そうだよね。もふもふくん、ゲリラ豪雨。あ、でもね、本当にゲリラ豪雨だったよ。なんかね、降って、ちょっと降って、なんか通り過ぎてった。なんか雨が走って、なんか逃げていった感じ。はなちゃんの毛って漏れる。レフ版になる。レフ版になる。こんにちは。はじめまして。じゃあ、あと2分で。今日は
配信を終了したいと思います。皆さん今日も一日ありがとうございます。それではそれでは壇上を読んでいこうと思います。ガラコンしてまじー、ラガンです。カラコンじゃないお。では壇上見ます。13位ゆうのくんありがとう。12位ねぎさんありがとうございます。11位うあんさんありがとうございます。10位中澤さんありがとうございます。9位銀色金魚さんありがとうございます。8位エレメンツさんありがとうございます。7位イエローフィッシュさんありがとうございます。6位ふーちゃんさんありがとうございます。5位みゆらさんありがとうございます。4位りちゃさんありがとうございます。3位ジトクさんありがとうございます。2位月影さんありがとうございます。そして第1位殿下会さんありがとうございます。皆さん今日は配信ありがとうございました。美味しいかき氷ができました。それではまた明日ね。配信最後のあっち向いてほいいきますよ。せーの、あっち向いてほい上。今日も一日ありがとう。おやすみなさい。インスタグラムで今質問募集してるので、ぜひ質問送ってみてね。おや、ついでにフォローをしてないよって方はインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。じゃあのー。